航空業界の専門用語を2回に分けてクイズ形式でご紹介。今回はグランドスタッフ編。ナレーションを担当させていただくのは私、電波組インクのリサチこと相澤リサです。よろしくお願いします。続いてはグランドスタッフ編になりますから、はい、こちらもしっかり当てていただいてね、はい、第1問こちら、はい、SKD とは何の略でしょうか。 SKD です。 SKD 航空業界の専門用語クイズグランドスタッフ編第1問は SKD、 この意味は。あれその絵は、はい、これは私が。あ、カメラさん、カメラさんがこれ何ですのこれ。ちょっとヒントに。あ、合ってるかなって。あ、パソコンですか。スイカですね。え、もう一発で当てていいですか。いいよ、いきます。一発で当てようや。スイカだよ。あ、違います、ね、笑顔でバツ。多分スイカだよ欲しくて、スイカ食べたい。あ、違います。これあれですか、カレンダーじゃないですか。そうです。あ、なるほどね。カレンダーにこうスイカが、はいはい、あ、武田行こうか。じゃあスイカデイ言わずもがない。レイは近いかと思います。こういう時に使うとか、はい、SKD チェンジだよねっていう時に。そのヒント一回無視させてもらっていいですか。SKD、 これ悲しいですね。スイカは買えないディセンバー。違うんか。え、何でしたっけヒント。今日 SKD チェンジ、はい、とか SKD 通りだよねとか。 SKD 通りね。あ、 S はスイカではないですか。そうですね、ちょっとあんまりスイカないわ。それにみんな惑わされてる。スイカってまず書いちゃってる。SKD 通りだよね。うん、はいはい、ドキ。 SKD スケジュール欲しいね。いや、俺もスケジュールって書きたいよ。D だね、もう。あれです。あ、スケジュールって D なん。英語で書くとジュールは D-U-L-E。 あ、そうなんや。あ、じゃあスケジュールでよかったんや。そう、スケジュールでよかった。 D-U-L-E が強かった。これスケジュールで SKD って言うんですね。はい、私たちグランドスタッフは端末にお客様の情報であったり引き継ぎを残すことがあるんですけども、入力できる文字数に制限がございまして、できるだけ短く伝えたいことを少しでも多く伝えられるように略語を使用しております。スケジュールでございます。はい、行きますよ、第2問。で、 MX とは何の略でしょう。 MX でございます。航空業界の専門用語クイズグランドスタッフ編第2問は MX、 この意味は。あの、またヒントみたいな。また、これね、まあ、なんかペンチみたいな。そうですね、これもヒントに、うん、まあ、ちょっと工具じゃないですけど。はいはい、トギ、はい、MX、 その工具みたいなんで、この挟まれてしまった時の感想でこれ使うと思うんですけど、マジでクソ痛い。痛そうやけど。MX よ、それ。MX よ。あー、違うか。これ多分工具とかなくなったら大変で、うん、何かあった時とかにこう強く止める時に、うん、待って、バッツの時に MX MX! こういう、そういうこと、 MX って言ったらみんなが止まってくれるんじゃないですか。違いました。MX なんて起きちゃったらちょっと大変ですか。大変です。大変ですか。空港でこんなことが起きたら、こう時間調整しなダメかもしれないですね。あ、 MX 漏れちゃった XO じゃん。これ時間調整するでしょ。これ起きたらやばいかも。これ起きたらやばい、はい、まだクリスマス。それタイムリープ的な。やばくない。あ、すいません、見しかねない。こんなに、こんなことだったらもうちょっと飛行機今飛ばせない。ちょっとみんなで一回ちょっと楽しましょう。マックス楽しすぎ。楽しすぎるとき。違うんか。全員不正解。正解は何ですか。はい、メンテナンス、整備という意味になります。メンテナンスね。メンテナンス、はい、メンテナンスをしないといけない状態になってしまったということ。はい、ということで最初問題です。え、豪商とは何の略でしょう。あ、これまたタイプの違う。豪商。航空業界の専門用語クイズグランドスタッフ編第3問は豪商、この意味は。豪商ですよ、これは略とかではない。豪商で一つの、あ、一つの、はい、単語となっております。こんなことやったらわかん、どうかと思いますけど、一回当ててみよう。じゃあ名探偵コナンの作者の青山豪昌さん。違うよ。豪昌ってみんなで、あんま言わん方がいいですよ。
違いますね。あ、違うんか。これどういう時に使うんですか。何か対応が発生した時に、うん、え、それって誤証っていう時に。あ、だけだ、行こう。機内にはショウさんがいるので、何かトラブルが起きた時に、行け、ショウ、ゴーショウ、ゴーショウって。すいません。ゴーは行くじゃないですか。はい、で、ショウは見せる。まあ見せる、ね。見せるみたいな。でも行って見せるって、うん、その僕一人しか知らんねんな。あの僕らのマセキの先輩の、うん。藤井明さんが口からトランプを出すこと。これかなり豪商やけどね、これ。豪商。そのヤシの木は関係ある。あ、は関係ない。関係ないか。例えば私たちグランドスタッフから CA さんに引き継ぎをするときに、もともと車椅子の役が5件だったものが6件に増えてます。でその時にその1件は何ですかって CA さんに聞かれたときに、もう1件はちょっと豪商で発生しましたっていうふうに。はい、最後ラスト言ってみよう。車椅子が5台やったのが、うん、6台になってしまって緊急じゃないですかってこう責められたりすることもあると思うんですけど、ごめんね、しょうがないの。違うか。武道館でアーティストが、うん、行くぜ今から空って言っちゃって、うん、空に行かないといけないと、うん、絶対に飛行機に乗らないといけないので、うん、交渉が起きちゃって、ちょっと一人今から急遽乗らないといけないんですけどっていう交渉。これ合ってんちゃうか。というわけないやん。これ合ってんちゃうか、これ。これでもか。いきます、はい、まず交渉って書きます。やめてよ。で、ここ見てほしいんですけど、これ王将さん。で、この G ってなんだろう。これ多分ゴリラです。え、ゴリラ。うん、ゴリラの和尚さん。これ発生した場合やっぱり車椅子必要になってきます。だからやっぱり車椅子一つ合唱で。違います。すいません、ごめんなさい。何ですかゴリラの和尚って。全員不正解。ちょっと難しかったですかね。難しいな。ちょっと正解。はい、と合唱の意味は事前の予約や引き継ぎがなく、はい、当日突然対応が発生するという意味になります。当日飛び込みみたいな。飛び入り、飛び込み。いや、こういうね、専門用語いっぱいありますけども、うん、これ省略する意味というのは。そうですね、うん、あの端的に物事を伝えられるかなと思います。うん、あ、いかがでしたか皆さん。いや、非常に難しかった。いや、難しいね。でも私も使っていきたいと思って、今日交渉だったって、とりあえず何かあったら。これお客さんも例えばこういう専門用語を覚えてたら役に立ったりする場面とかってあったりするんですか。もしかしたら、はい、あの私たちが会話していることをちょっと理解することができたりして、ちょっと通かなと思います。あ、なるほど、楽しいですね。覚えてみてください皆さんもね。はいはい、かわいいイラストまでね。ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。航空業界の専門用語クイズ、キャビンアテンダント編もぜひご覧ください。